特設 A スタジオこれインス置いただけじゃないですか。すだからあっち置いたら B スタジオなの。一応 A スタジオ、特設 A スタジオに今から探して、はい、いろんな人たちにラブソングを歌いましょう、はい、ね。あの、あそこに2人出るわ、はい、ちょっと俺あれ行きます、うん、声かけてくる、はい、一緒に行けん、はい、怪しいなちょっとええやん、やばい、やばいんかいな、やばい、こんにちはめちゃめちゃ大事僕らには付き合う暇ないですよねあかんて、こんにちは、元気、デートしてる今デートっちなもんでもない。ちょっと僕あのウエスト20って読売テレビの番組やねんけど、あのピローズ の山中くんって東京から来ちゃったんだよ今日2人のためになんかラブソングを歌ってみようっていう企画やねん。ちょっと聞いてみへん。どれ付き合いだしてどれぐらい付き合ってない。まだ今から全然兄弟ひょっとして。違う何よ、いとこ。友達なんや、はい、でも友達で普通二人きりでこんな海遊館来るか。来るわな来ますよ。でもどっちか言ったらフレンドの歌っていうのもあるかもしれないよ。だから恋の歌じゃなくて。ありますね。粘りに粘ってついにやりました。記念すべき一組目ゲット。学生時代からの友人で21歳の理容師さんだというこの二人、一緒に遊びに出かけるのはこの日が初めてという微妙な関係を天保山特設 A スタジオで探ってみることにしました。それではあのギターの準備の方、はい、お願いします。ここに実はあんねん君らの雰囲気。別に熱々でもベタベタでもないねん。でも決まったよ。これ日だまり型じゃああのタイトルはねニュアラボに入っている、ボーダーラインケースというタイトルで、あのボーダーラインケースってこうどっちつかずって感じなんだよね。だからこう微妙な感じなわけですよ。はい、でサビがちょうど「I wanna be a good friend」っていう、あのしかもその後「In your life」君の人生の中で僕はいい友達になりたいっていうのがあるんで、それを言ってみましょうかね。はい、はい、ご機嫌だった？バッチリやった。俺いやここええと思う。I wanna be a good friend よ。グッドフレンドでいいのよね。うん。うん。誠にありがとうございました。誠にありがとうございました。こんな感じで今夜はザ・ピローズのボーカル山中沙央くんの生ラブソングたっぷりと聞いてもらいます。さらにウエスト20恒例のライブチケット先行予約もある。最後まできっちり見てね。ライブあるから。